アルマゲドン、アルマゲドン、アーミゲドンは1998年のアメリカ映画タッチストーンピクチャーズ制作20世紀末宇宙空間で人工衛星を修理中のスペースシャトルアトランティストの更新が唐突に途絶えるそして直前の映像を解析した結果流星雨の直撃を受けたと判明この流星雨は地球の大気圏を突破して アメリカ東海岸からフィンランドに至る範囲に降り注ぎ、ニューヨークなどの都市に壊滅的打撃を与えた。さらなる調査によって、これはテキサス州の大きさに匹敵する小惑星が小惑星帯へ衝突したことに伴うもので、しかも問題の小惑星は約18日後に地球へ直撃し、地球環境に致命的打撃を与えバクテリアすら生き残らない死の、 惑星へ変えてしまうとも判明する。NASA、アメリカ航空宇宙局が立案した衝突を回避する唯一の手段は、小惑星の深部まで穴を掘り、内部で核爆弾を炸裂させて、マープ2つに割り、軌道を変えるというものだった。この作戦を遂行するために、穴掘りのプロ、すなわち石油採掘のスペシャリストたちが召集される。それは、大男のベア。 ギャンブル教のチック、女狂いの天才ロックハウンド、退職官のマックス、カウボーイ風の地質学者、オスカー、ガールフレンドが二人いる、フレディ、腕は、タツが、メーレーム氏が多い、AJ、そして彼らをまとめるハリーら、石油会社、スタンパーオイルの八人の社員たちである。そこに、ウィリアム・シャープ、ジェニファー・ワッツをはじめとする NASA のクルー六人を加えた四人が、計画に参加した。 NASA の計画は、新型スペースシャトル、フリーダム、インディペンデンスの2機を打ち上げ、途中ロシア宇宙庁の宇宙ステーション、ミールで液体酸素を補給、月の軌道で重力アシストをかけ、小惑星の後ろから接近するというものである。屈削用車両、アルマジロを用意し、ハリーたちはそれらを扱うための辛い訓練を乗り越えた、あと、チームを半分に分けて、 新型スペースシャトル2機に分乗し、小惑星へと向かうために飛び立った。離陸こそ無事にできたものの、立ち寄ったミールが老朽化のせいで燃料漏れを起こし火災が発生、チームは危うく爆発に巻き込まれそうになりつつも脱出。ミールで単身勤務していたロシア人宇宙飛行士のレブも加わり、手はず通りに月の軌道を通って、 小惑星の裏側へ回り込んで着陸を試みる2機。ところが小惑星を取り巻く大小の岩石がインディペンデンスに直撃して操縦不能に陥り小惑星へ墜落。乗っていた NASA のクルーやフレディ、オスカーたちを失うも AJ とレブ、ベアーは生き残りアルマジロを買ってハリーたちのもとへと急いだ。一方、一応は 着陸に成功したフリーダムだったが、そこは当初の予定とは異なる。硬い酸化鉄の地盤の上であり、掘削作業は難航。掘削ドリルも一本を残しすべて破損してしまう。途中、アメリカ大統領が作戦に見切りをつけて核爆弾の次元起爆装置を起動させるも、地上にいた NASA のスタッフやハリーたちの抵抗によって地での爆発を阻止できた。 最後のドリルを用いて掘削を進めるフリーガム搭載のアルマジロ。されど小惑星の地殻変動によるガス噴出で吹き飛ばされ操縦席にいたマックス・モロトモ爆発炎上してしまう。万事休すと思われたその時、AJ たちの乗ったインディペンデンス搭載のアルマジロが合流し作業を再開。掘削の穴はどうにか小惑星の中心にまで達し、 核爆弾を設置。あとは遠隔操作で起爆させるだけという段階まで来たのだが、地殻変動によって岩石が降り注ぎ、リモコンが壊れてしまう。遠隔操作ができなくなった今、誰かが手動で起爆させなければならない。くじ引きの結果 AJ がその役を担うこととなるも、フリーダムから出る直前、見送りに来たハリーが AJ の宇宙服に傷を負わせて無理やり役目を変わり。 彼を船内へ戻させた。起爆の準備を進めるハリーを尻目に小惑星からの離陸を試みるフリーダムだが、高着陸や地殻変動の影響によるものかエンジンが起動しなくなっていた。それでも、レブがロシア式の修理と称して機械を叩いて直し、辛くも離脱に成功。そしてフリーダムが小惑星から無事離れたことを確認したハリーは、 マナ娘グレースに思いを馳せながら起爆スイッチを押す。かくして小惑星は大気圏突入前に割られて軌道が変わり地球滅亡の危機は寸前で回避された。ツイスター1996年で久々にパニック映画がヒットしたことを受けて企画された映画の一つ。このため設定の似た映画ディープインパクトが2ヶ月前に全米公開されている。 この2作品の設定、物語の一致は、アメリカの映画作りのシステムに原因がある。アメリカ映画では、一つの映画作品に20から30人の脚本家が関わるという制作方法を取るため、同じアイデアを元にして、別々の映画会社でそれぞれが制作が開始された。他の仕事を抱える中、本作の制作を任された米監督は16週間という、 短期間で撮影を行い作品を完成させた。慌ただしい中、限られた期間で制作を行わざるを得なかったことについて映画ファンに弁明を述べている。撮影では NASA からの直接的な支援を受けている。ディープインパクトは水性衝突というシチュエーションを前面に出した作品となっているが、それと比較すると本作はショットの切り替わりの頻繁なカメラワークなどに見られるよう、 キャラクターを全面に押し出したアクション中心の作品と、いえ、科学的交渉は二の次にされている。例えば、質量がせいぜい地球の1000分の1程度の天体なのに地球と同じような重力下の歩行。その割には、人間が持ち運べる程度の核爆弾で分裂破壊できる、着陸に失敗して破壊したスペースシャトルの残骸から炎が出ている地球と同じ程度の太陽からの距離なのに、 極めて暗い、など。ヒロイン役のリブ・タイラーの父親、スティーブン・タイラーが率いるエアロ・スミスが歌うテーマ曲、ミス・ア・シングも全米ヒットチャートで4週連続1位を録した。工業的には成功したものの、映画としての評価は散々なものであった。エアロ・スミスが歌うテーマ曲、ミス・ア・シングは賛否を大きく分け、アカデミー賞の歌曲賞とゴールデン・ラズベリー賞の 最低主題歌賞に同時ノミネートさる陳事となった。本編ディスクには劇場公開版より約2分長いディレクターズカット版の本編が収録されている。これにはハリーがシャトル打ち上げ前に父親に会いに行くシーンが追加されているほか、細かいカットが追加、または削除されている。日本語吹き替えは未収録。マイケル・ベイ、ジェリー・ブラッカイマー、ブルース・ウィリス、 ベン・アフレックによる音声解説が収録されている。2002年6月15日、フジテレビ系ゴールデンシアターにて特別編としてハリーと父親のシーンが付け加えられた。本編が放映された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。